皆様は杉山メモをご存知であろうか。先の大戦頃の歴史を研究するなら読まなければならない一冊である。杉山が参謀総長にあった1940年から1944年までの大本営政府連絡会議、御前会議の記録及び上奏時の御下問報答や敗戦の記録及び機密戦争日誌であり、機密保持のための焼却処分を免れた大東亜戦争史学には欠かせない書物である。杉山はじめは東条英機より4歳年長、陸軍士官学校では5期先輩だ。満州事変の時すでに陸軍次官だった。さらに日中戦争が始まった時には陸軍大臣だった。それから約4年半後、太平米戦争が始まった時には参謀総長だった。太平米戦争開始後も東条が陸軍大臣兼任で参謀総長を兼ねるまでの2年余り、参謀総長として戦争を指導し続けた。こうしてみると杉山は師匠にこそならなかったが、東京裁判が審議の対象とした満州事変、日中戦争、太平米戦争の全期間を通じて勝負のトップに座っていたことになる。素直に考えればよほどの傑物かと思われるが、どうもそういう話は伝わっていない。というよりも下から上がってくる書類はほとんど無修正で OK していたらしい。下僚としてはこんなやりやすい上司はいなかったことだろう。杉山は格別の意見も持たず、再三訪れた危機的状況に際しても自らの意見を開陳して国家の行くべき航路を指し示すことは一度もなかった。ただ流れに身を任せていただけである。そのため押した方に動くことから便所の扉とあだ名された。大東亜戦争中の陸軍部内の元帥は杉山はじめ、寺内久一、畑俊六の3名だった。元帥は軍人として最高の地位であるが、日本では昭和時代になってから皇族以外の大将を元帥にするなという不文律ができて、親戚の元帥はしばらく現れなかった。ところが元帥府に親戚の元帥がいないと大元帥であらせられる天皇陛下に軍部の意向が直接に奏上できないという不便があるばかりでなく、大元帥と軍隊の隔たりができるという意見が出て親戚の元帥を出すことになったのである。そこで杉山が押された。まさか軍最高の地位である元帥になろうとは夢にも思わなかったことだろう。杉山が元帥になれたのは誰にでも何にでもうなずき、人当たりの良さにかけては無類であったことに起因する。いわゆる行動派や統制派などの派閥の名残があり、議論百出した結果、無色透明で人格高潔、閲歴から言っても申し分のない杉山を全陸軍一致で第一に推すことになったのである。本土決戦は杉山が小磯内閣の陸将だった1945年1月頃から話題に上っていた。この年の5月7日、日本と同盟国のドイツは無条件降伏の調印をなし、日本は今や敵国と通敵諸国を一国で引き受けて全世界を相手に戦わねばならぬ立場にあった。鈴木内閣は5月9日、ドイツの降伏に関係なく聖戦遂行の決意は変わらない、国民もその覚悟で協力してほしいという声明を発表した。にもかかわらず国内には早くも平和論や戦争回避論がポツポツ現れてきた。杉山は大東亜戦争の行方をめぐる御前会議が開かれた際から日本が必ず勝利するという強気の信念を持ち、その信念を貫いてきた将軍であったが、彼は国家の存亡に関わる重大な決断を迫られる状況でも自らの信念を揺るがすことなく進んでいった。この点は阿南陸将の考えと一致していた。しかし広島と長崎に投下された新型爆弾の被害の惨烈なことは特に上層部の指導者たちを慌てをののかせた。さらにソ連参戦も相まって和平工作を急ぎ、8月15日の終戦の大勝がラジオで放送されると、彼は従来の交戦姿勢から一転して日本陸軍最高の地位の一人として内外の戦域にわたって終戦の処理に全力を尽くしている。これだけの優秀な兵力を持ちながら本土で一戦もしないで降伏するとはけしからん。我々は最後の血の一滴まで戦い抜くという部隊があちこちに決起しようとしていた。杉山はそういった連中を説得するためピンチの部隊を訪ねて非常に苦心している。杉山をはじめ各幕僚の必死の努力によって9月10日頃までに全く平穏になった。8月15日の夜、杉山は病気の夫人をいたわるため支度へ帰って、阿南は15日の仏業に自決した。彼に先立たれたわけだ。と暗に自分も近いうちに自決することをほのめかした。夫人はその時の感想を小林復官に、阿南大将の自決を聞かされた時、私は目の前に生きている主人を見て幾度も自分の目を疑いましたと語ったという。夫人は夫元帥の性格をよく知ってるだけに、終戦の詔勅の下る前後に当然自決したものと考えていたのだった。それが目の前に生きている杉山が現れたのであるから、そんな感じがしたのであろう。その夜夫人は杉山に向かい、もしあなたの自決が遅れるようなことがあれば私は一足を先に自決しますとはっきりした口調で言った。なぜお前は自決せねばならぬのだ。私はこの戦争に勝つため、そして必ず勝つと言って多くの婦人団体に協力を願ってここまで引きずってきましたが、ついに幾多の婦人を途端の苦しみに陥れてしまいました。今から考えるとその婦人たちを欺いたことになります。その罪は万死に値いたします。と強い自決の覚悟を示した。杉山の婦人恵子は大東亜戦争勃発以来
国防婦人会その他いろいろの婦人団体の幹部に押されて、あるいは講和にあるいは本土作戦に備える婦人の戦闘参加の演習を指揮するなど昼夜の別なく奮闘している。杉山もこれにはほとほと困って、深夜まで老夫婦の間に論争が行われた。夫人の言葉の裏には、夫が速やかに敗戦の攻めを引いて自決することを進めると同時に、敵軍の捕虜になって生き恥をかかないでくださいという武将の夫人らしい心意気があったようだ。8月23日夜、杉山は再び世田谷の自宅に夫人を訪ねた。この日、終戦処理委員会が設けられ、陸海軍の復員が開始された。そしていよいよ敵将マッカーサーが厚木へ進駐することになった。あなた、いつ狼と国民に対してお詫びの印をお示しになりますか。夫人の説法は鋭かった。俺は終戦処理のためまだ当分死ぬわけにはいかぬ。それが済んだら決行する。この夜も老夫婦の間に二人の自決をめぐって深夜まで論争された。杉山は夫人が生き残って戦争中と同じ意気込みで広告再興のため努力するよう条理を尽くして説いたが、夫人の自決の決心は動かせなかった。そして9月12日の朝、杉山は自決する3時間前に小林復官を司令官室に呼んだ。しようですまんが、君はこれから世田谷の宅の妻のところへ行って自決をやめるように言ってくれ。妻は自決用の担当を準備していたので、俺が自決したと聞いたらすぐ自刃する恐れがあるのだ。実は俺は妻に広告再興のためにあくまで生き抜いてくれと言っておいたが、不安でならぬと淡々として語った。これが3時間後に自決を決行しようとはどうしても考えられない落ち着きぶりだった。小林復官が司令部の自動車で世田谷へ行くと、恵子夫人はいつもと同じように迎えて応接室に生じ、元帥の様子を聞いた。そこで小林復官が杉山元帥の伝言を話すと、一生懸命に努力してくださった夫人たちに申し訳がありません、その罪は万死に値しますが、そうかと言って自刃する勇気もありませんと先に杉山に言ったことと同じ意味を語って、夫の伝言に従うような口ぶりだった。9月12日朝、部下から拳銃を受け取った後、自室に入った杉山はしばらくして突然ドアを開き、緊張してドアの外で待っていた田中忠勝大佐に、おい弾が出ないよととぼけていった。田中が安全装置を外してやると、そのまま部屋に再び入り、胸を4発拳銃で撃ち抜き傷用と自決したという。小林復官は元帥の最後を見届けた後、直通電話で恵子夫人に杉山の自決を知らせた。夫人は予期したことだったが、さすがに興奮した語調で、確かですか、確かです、間違いありませんか、絶対に間違いありません、私が閣下の最後を見取りましたから。自決の模様はどうでしたか。立派なご最後でした。復官はそう言って詳しく自決の状態を話した。主人は生き返ることはないでしょうね。夫人は念を押した。軍医の診断では遺憾ながら全く絶望ということです。奥さんはこちらへおいでになりますか。お伺いいたしますが、多少遅れるかもしれません。いろいろお世話様ですが、主人の亡骸をよろしくお願いいたします。後で思うと、夫人のこの言葉は復官たちを安心させておいて自決の時間を稼ぐためだったらしい。やはり夫人は小林復官が説得に来たこの時すでに自決の覚悟をしていた。養女の優子はハッとして仏間へ駆けつけると、恵子夫人は担当を右手に握りしめて喉から吹き出る鮮血を浴びて苦しんでいた。優子は覚悟の自刃と直感しながらも、お母様どうなさいましたかと叫んで抱き起こした。だが夫人は咽喉部の急所を書き切っていたので、もう答えることもできなかった。夫人としては実に見事な自刃であった。夫に遅れること25分だった。享年57歳で、夫より10歳年下だった。それはまさに明治天皇に殉死された乃木大将閣下と静子夫人の自刃にも劣らぬ立派な最後のようであった。